僕からお願いさせていただいて、今回で強い相手だし、なんかもうちょうどタイミングよく、はい、お願いできました。やばいですね。いやーもう昨日ボコされてちょっとネジ受けしちゃってもう手ぐらいボコされました。重さ乗っかってなくても切れるようなパンチだったりとか、そういうのがすごい多いんで、なんかマスでも結構体きついっす。はい、吸収するところがたくさんあります。ゆうきくんのやってることとか学びたいとこはいっぱいあるんで、そういうとこはしっかり吸収させてもらってます。僕も疲れ来てますね、結構。あ、本当ですか。昨日は全然動き悪いんで。あ、本当ですか。逃げも遅いし、その後のリターンが、はい、やっぱこう疲れて溜まってる分、やっぱ来たいけど来れなかったりするんで、うん、このまた一歩先、僕に取られたりすると、はい、ずっとやりにくい場合なんで、うん、まあ、その辺もちゃんと理解して、うん、疲れてなかったらここ行けたなっていうのも分かりながら、はい、あ、そうですか、行けた方がいいですね。で、普段やってない選手と、まあ、僕も階級全然上し、そういう選手だと絶対疲れをすぐ取るんで、はい、それがめっちゃいい経験ありがとうございます。でも上手いなってずっと思ってたんで、試合見てる限りここを、まあ、いざ手合わせてみるとやっぱり上手かったし、うん、しっかり勝っていけてる、チャンピオンになれてる理由っていうのは、まあ、そういうとこなんやなって改めて思いました。はい、まず隙がないっていうのがあって、林選手はなんかもう相手の動きも読みながら攻撃してきてるんで、僕もなんかどこで手出せばいいか分からなかったりとか、あとやっぱ本当基礎力がめちゃめちゃすごいなって思ってて、ジャブ一つにしても蹴り一つにしてもすごい研究してやってるなと思うんで、もうそういう部分は本当すごいなと思って。前回そのシザージムでやらせてもらった時、本当なんかパンチをバーって入っていくと、その後の返しが本当何もなかったり、まあってもこうちょっと軽い蹴りでこうリングの端から逃げるような、そういう返ししかなかったんですけど、まあ、今回こう大阪来て全然しっかりそのパンチの受け返しみたいなのもできるようになったし、もうまだまだ成長途中なんで、そのパンチのちょっとレベルっていうのはもう前回と今回と全然違ったんで、そこは本当伸びてるなって、はい、思いました。シュートボクシングやからこそ唯一無二の団体なんで、僕が言うのもあれですけど、本当もう精鋭が揃ってるので、本当強い子ばっかりなんで、これがこう他団体に今、まあ言い方悪いですけど、喧嘩売りに行くみたいな感じで、まあ勝っていけば、おのずとシュートボクサーが一番になるし、そこで結果出していくのと出さないのとでは、まあこう見てくれてる人とか、まあ、キックボクシングしか知らないファンとか、まあ、そういう人たちの見られ方も変わってくるんで、こう他団体のリング立って、うん、勝つっていうのはもっと大事なことなのかなと、はい、思います。他団体とか、強いやつ倒して自分の団体を盛り上げたいとも思ってますし、カイツ選手一人だけ世界で戦うってわけにはいかないんで、僕もそこにちょっと追いついて頑張りたいなと思いをずっと見てます。
あの世界のベルトも巻きたいですし、シュートボクシングであの自分の階級でトーナメントやってもらったりとか、ワンのベルト取りに行ったりとか、そういうのもしてあの強さを見せつけたいです。もう当たり前のように倒すし、もう当たり前のように何もさせないような試合を、まあ、するので、こういう相手じゃ、ダメだよっていうのはもう試合で見せたいなと思います。まあ、しっかり圧倒して勝ちたいなと思ってます。出稽古とかも来させていただいて、もう本当にガチで臨んでるんで、あの会場にあの足を運んで見に来てください。